こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ質問です。コメントのやり取りから購入させる手順の方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、これはですね、私のコンサル生から、確実に商品をね購入させる方法ですね、教えてほしいって連絡がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、ですね、メルカリラクマですね、コメントからですね、すぐに、お客さんね、購入したい方から購入させることはできます。で、その方法なんですけど、それはですね、コメントが来たすぐですね、3秒以内、5秒以内ですね、すぐにコメントを返すことですね。そうすることにですね、購入者の方に、いい印象ですね、与えることができるんですね。はい。でですね、その他ですね、値段交渉が入った時にですね、極端にね、安くしてほしいっていう方もいるんですけど、まずですね、自分が欲しい利益ですね、例えば1万円とかね、8000円とかね、欲しい利益を確保しつつ、値段交渉するのが一番のベストの方法ですね。はい。値下げしすぎるとですね、利益はちょっと確保できないので、ケースバイケースもよるんですけど、ぜひね、自分の欲しい利益をね、確保しつつ交渉するのが一番良いかと思います。はい。ではですね、LINE 登録ね、お待ちします。LINE 登録していただきますと、疑問点、質問ね、お答えする権利ができます。はい。では本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。